なんで俺は勝てないのだろう。まず反射速度が全然違うんだ。あとは目か、目が違う。炭治郎さん、気がする。ごめん、気づかなくて。どうした？手の具合を。優しいね。朝も昼も夜も寝ている間もずっと全集中の呼吸をしてますか？そんなことできるの？できる方々はすでにいらっしゃいます。ありがとう。やってみるよ。肺痛い、耳痛い、耳がドクンドクンしてる。全然ダメだ、こんな調子じゃ。氷炭を吹く？カナオさんに稽古をつけるとき、忍様はよく氷炭を吹かせていました。吹いて氷炭を破裂させていました。この硬いの？はい。だんだんと氷炭を大きくしていくみたいです。頑張ろう！努力！にゃーん！努力！努力！ナホちゃん、キヨちゃん、スミちゃん、全集中の呼吸をやめたら、布団叩きでぶん殴ってくれないか？いいですよ。もう一回お願いします。はい。今度こそ。全集中の呼吸を長くできるようになればなるほど基礎体力が上がるんだって分かった。これで10勝10敗ですね。まだまだだ。